私遺伝疾患の専門医をしております神谷と申します。単刀直入に申し上げますが、美咲さんは早漏症に侵されている可能性があります。早漏症、詳しい検査をしてみなければはっきりとは言えませんが、その兆候が見られます。何ですかその早漏。早漏症は発症後急激に白髪やシワが目立ち始め、皮膚の萎縮や硬化、白内障、筋肉や骨などが脆くなるといった症状が現れる病気です。老化に伴い見た目だけではなく免疫力が低下し、悪性腫瘍、いわゆる癌などが発症するリスクも高まります。あ、よくわかんないんですけど。わかりやすく言えば、人より早く年を取る病気です。